番組のもう一つのテーマ、いいものだけを選び紹介するこちらのコーナー、クラフトマンシップ。それはさらなる美しさや精度を求め、進化と改善を楽しむ職人の心意気。番組では物や事柄の中からクラフトマンシップが詰まったいいものだけを選び紹介します。今回は耳麗しい腕時計メーカー、エーランゲ&ゾーネ。品質、商品開発力に優れたエーランゲ&ゾーネ。しかし驚くべきはその年間生産数の少なさ。世界的なスイスのメーカーと比べてみると、パテックフィリップはおよそ5万本、ドレックスはおよそ80万本。それに対しエーランゲ&ゾーネは職人の手作業にこだわり、わずか数千本。その理由が、美しい装飾の数々。生産性を落としてでも守り抜く、そのクラフトマンシップとは。大変お待たせいたしました、はい、私どもランゲ&ゾーネの中で最も代表的な時計がこちらでございます。このランゲワンファミリーの中で最もスタンダードなモデルというのが、ランゲワンになります。注目すべきは裏側。こちらが、ドイツの時計の特徴をいくつも施してあるランゲワンのムーブメントでございます。輝く赤いルビーと金属リングゴールドシャトン。実はこれらは歯車を固定するパーツ。そこに金を使うという贅沢さ。また精密に時を刻む構造も覗くことができます。そして細やかな彫刻がなされているのが、車輪のような部品を支える天風家といわれる部分。こだわりが凝縮されたエーランゲ&ゾーネ。そこには驚きのクラフトマンシップがありました。ランゲ&ゾーネを語る上で、一番外せないのはその4分の3プレート、いや時計のエンジンにあたるムーブメントの屋根にあたる部分ですね。誰が見てもですね、ランゲらしいと分かるポイントですね。時計の裏側は丸い台の4分の1が欠け、下の構造が見える独特なデザイン。これが特徴の一つ、4分の3プレート。中の機構を見ることができるためのデザインと思いきや、実はこれクラフトマンシップの賜物。19世紀半ばぐらいというのはですね、まだ機械式時計って壊れやすかったんですね。創業者であるアドルフ・ランゲは、美しいだけじゃなくて壊れにくいムーブメントを作ろうとしたと。壊れやすい原因の一つとして問題視したのが部品数の多さでした。でアドルフ・ランゲがですね、着目したのはプレートいっぱい細かく分けていたんですね。でこれを一つにまとめることによって、当然丈夫になりますし、プラスして作業の効率化も図れるんじゃないかと。一つのプレートに部品を固定することで丈夫かつ作業の効率化を図りました。がその前に立ちはだかったのがプレートに使う素材。選ばれたのはジャーマンシルバー。500円玉にも使われる特別な素材です。このジャーマンシルバーと呼ばれる素材が、経年変化でエイジングされてだんだんと色が変わっていくっていう現象があるんですね。その辺も、皆様お楽しみいただいて、ランゲの時計を、ご愛用いただいております。硬くて丈夫なジャーマンシルバー、年月を経れば経るほど深みが増す輝き。しかしデメリットもあったのです。
簡単に傷がつくのと、あともう一つはね、指紋が簡単についちゃうんです。指紋がつくと色が変わっちゃうんですね。だから扱いがすごく難しい素材だった。だからこれは本当に大きな問題になったわけです。美しさにこだわり、あえて加工が難しい素材を選びますが、いくら気をつけても加工の最中にどうしても傷がついてしまうのです。そこで考えたのが、傷を傷と見せないようなすごい高いレベルの仕上げ加工を加えていった。なんと加工地についた傷の上により美しく見える加工を施し、傷を見えないようにしたのです。傷つきやすいジャーマンシルバーに加工を施すことはそう簡単にはいきません。しかしその壁を高い技術で乗り越えてみせたのです。4分の3プレートに刻まれたストライプ柄、これはただの縦じまではなく、わずかに凹凸が施されており、光の加減によってその表情を変えます。でこれってまあ機能的には不要なんですけれども、まあ、傷が目立ちにくくなるわけです。だから必要ないかもしれないけれど、より美しく見せる、まあ、ランゲ&ゾーンの職人の心意気が感じられるポイントですね。BS ジャパネクストで放送中の国分太一のザ・クラフツメン、その内容は、大人の趣味をテーマに自腹で自分と同い年のアメ車を購入し自らカスタム。さらにこんな一面も。もう観念してメガネかけようよ、もうおじさんなんだからさ。ストレートに言う人いないよアイドルに向かって無料公式アプリでは放送同時配信、さらに最新話を見逃し配信中。毎週金曜夜10時放送、ぜひご覧ください。傷と職人たちの戦いを語る上で欠かすことのできないパーツがもう一つ、それは天風家と呼ばれているこの部分です。パーツの役割は動力を規則正しい速度に変換すること。つまり彫刻がなされる必要性はありません。しかしパーツとして大きく目立つため、職人たちのクラフトマンシップを刺激。これも加工技術で解決を目指すのです。これを下書きをせずにフリーハンドルにこうずっと職人さんが彫っていくんですね。で面白いことにですね、職人さんはいろいろいらっしゃるんですけれども、まあ、皆さんの癖とか彫りの深さとか線のさばき方とか、その職人さんによって違いっていうのがすごくはっきり出てくる。だから同じムーブメント機械であっても、あ、この人が彫刻したんだっていうのが、ね、実はね分かるんですね。それがランゲ&ゾーネの面白さの一つだと思います。モチーフは花。やがて職人たちはそれぞれの個性を出していきます。この作業を任されるのは A ランゲ&ゾーネの中でもわずか6名のみ。腕利きの職人マイスターたちが年間数千本の天風家の全てを手掛けるのです。こうしてクラフトマンシップから生まれた加工はブランドのオリジナリティとなります。4分の3プレートでキラリと輝くルビー。歯車の軸を受けるパーツであるルビーは当時軸の抵抗で壊れることがありました。抵抗を減らすためにそのルビーを歯車の軸にかませるわけですね。でそこを受けている部品を輪っかなんですけど、そこをシャトンと言います。で昔はですね、シャトンっていうのを使わずに抵抗を減らすためのルビーをプレートに直接はめ込んでいたんですね。しかし天然のルビーは形が一定ではなかったため、プレートにはまりづらく、プレートを削る必要性があり、生産のスピードが遅くなるという問題がありました。
考案されたのがですね、まあ、抵抗を減らすためのルビーがある。でその周りに18金の輪っかをかませて、それをプレートに押し込むことで、その細かい削る手間をなくしたわけですね。またかつその金って柔らかい素材だから位置調整が結構できたので、ドンピシャの精度で穴の位置を決めることができた。長年の問題に対し取り入れた解決法、しかも機能的な面だけでなく、同時にエレガントな雰囲気を醸す役割を担ったのです。しかし時代が進み、ただまあ今はですね、部品の加工精度が上がったので、ルビーをはめ込む穴の位置をすごく精密に作れるようになったんですね。だからシャトンっていうもの必要なくなったんです。だけどもまあ装飾的な意味がすごく強いし、まあ、昔のクラフトマンシップを感じさせるパーツなので、ランゲ&ゾーネはこの部品をずっと使い続けて、職人たちの知恵と努力を今に伝えるゴールドシャトン。その輝きにはクラフトマンたちの歴史が刻まれていたのです。数々の技巧が凝らされた腕時計ですが、それは見た目だけではありません。つける人を楽しませることにも向けられていました。それは代表作1994年に発表したランゲワンを見ればわかります。一般的によく見かける時計といえばこの形、中央に針の軸が一つあります。一方ランゲワンは中央に軸がありません。それどころか長針と短針の軸、秒針の軸、パワーリザーブの軸、一つのプレートに三つもの軸があります。時間とかが見やすいようにそれぞれの配置を全部バラしたんですね。今までですね、こういう完全にバラバラになったレイアウトの文字盤っていうのは存在しなかったんですね。まあ、オフセンター配置って言われるんですけれども、これを完全にやったのはランゲは初めてだったわけです。いろんな機能が詰まってるけれど時間が見やすい、そして美しい。小さな腕時計の中にいくつもの機能を盛り込む高い技術、まさにクラフトマンシップの賜物なのです。BS ジャパネクストで放送中の国分太一のザ・クラフツメン、その内容は、大人の趣味をテーマに自腹で自分と同い年のアメ車を購入。しかし、納車から波乱展開がありながらも、配線処理から内装レイアウト、ワンタン多いでしょ、間違えたんだよ。さらに今更聞けないオイル交換など、自らアメ車をカスタム中。無料公式アプリでは放送を同時配信、さらに最新話を見逃し配信中。毎週金曜夜10時放送、ぜひご覧ください。こういう顔になっちゃうってマジで。その飽くなき探求心はさらなる仕掛けでつける人を楽しませてくれます。次の時計はザイトベルク、秒針が一周すると時間が進むのです。デジタル式時刻表示を搭載する初めての機械式腕時計、電池を使うクォーツ式では当たり前のデジタル時刻を機械式時計で実現した意欲作です。つける人を楽しませる次なる時計は、
テラルーナ。時計の裏側を見ると地球が、そして月と星。従来の時計の機能に加えて今日の月の位置、形がわかるのです。創業者アドルフへの敬意が込められたエーランゲ&ゾーネの職人魂が極まった一本です。その見た目と美しさで機械式時計に革命をもたらしたエーランゲ&ゾーネ。そこには歴代の職人たちのクラフトマンシップが刻まれていました。ランゲ&ゾーネ、まあ確かに見て綺麗なんですけれど、触ってわかる手作りの良さっていうのがあります。だからじゃあ高級時計って一体何なんだって、まあいろんな人が思いますけれども、分からなくても触ってみれば分かる凄みがあると。これがランゲ&ゾーネの魅力だなって僕は思いますね。世界中の愛好家が憧れるエーランゲ&ゾーネ、そのクラフトマンシップを象徴する言葉があります。